ああ、月曜日か。もう会社始まる。やだ。出たくない。布団から出たくない。もうやめて。俺を布団から出さないで。はい、どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日もこんがリバイバルやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、本日使っていく武器は、皆さんお待ちかねの銀の渦巻き V ということで、銀の渦巻きがね、強いという意見をいただきまして、まあ、僕もね注目していたんですよ、この武器に関しては。はい、まあ、この武器なんですけど、テンペストとね同じで、まあ、防御寄りの武器となっているんですが、まあ、皆さんはね、攻撃寄りと防御寄りどっちの武器がお好みですか？僕はね防御。はい、なんか敵のさ攻撃をさ全て防ぎきりながら、まあ、僕がね攻撃していくみたいな、そういうねなんかムーブが好きなんですよ。はい、でやっぱりさ防御張れるのって強いじゃん、ということで、今回はねこちらの銀の渦巻きを使って、まあ、あの強さをね徹底検証&レビューしていこうというふうに思います。よろしくお願いします。はい、銀の渦巻きのねメーカー効果は結晶アーマーということで、まあ、おなじみのねダメージを与えたり、まあ、受けるとエネルギーを貯めて結晶アーマーを作り出し、吸着後、まあ、自身と仲間に最大 HP の 8% に値する臨時シールドを与えると。はい、まあ、ここがね、まずそもそも防御りです。はい、そしてね、スキルがどっちも防御ですね。うん、まあ、ウェーブホールドに関してはダメージも入るんですが、とりあえず動力の激流、スキルボタンを長押しすることでダメージを塞ぐエネルギーバリアを展開し、ダメージを電荷に転換する。ボタンから手を離すと電荷を放ち、命中した敵に攻撃力 369% のスキルダメージを与える。またダメージは電荷量により上がり最大3倍となるということで、シャア専用の動力の激流も期待できると。これ3倍っていうのは攻撃力のさ369の3倍だから1000超えるってこと。 1000% 跳ね返すことができるんですか？ちょっとよくわかんないんですが、まあ、ここはねエネゴリ君で検証していこうと思います。はい、そしてね第2スキルがウェーブホールドということで、メカグローブを作り出して電荷を放ち、自身にねシールドを付与する。味方をロックしている場合、味方に10秒間持続するシールドを付与する。で、敵をロックしている場合は3秒後に対象に攻撃力 209% の爆発スキルダメージを与えるということで、結構ね火力が高いんですよね、どっちも。特化はねこんな感じです。はい、正直ね動力の激流の反射ダメージアップ、ここもねやりたかったんですが、ただね僕あの防御寄りにしたかったんで、ちょっと今回ねこっちに振っちゃってます。はい、すいませんね。まあ、いろいろ意見はあると思うんですが、とりあえず、まあ、僕はねここに振りたかったんで振っちゃってます。はい、自分の振りたいものにね振るっていうのが一番いいんで。で、特殊特化は、なんとですね解放できておりません。はい、累計ダメージまだ全然使ってないやんけということがバレたんですが、とりあえずねまあ百聞は一見にしかずなんで、使いながらね、強さっていうのを見ていければなというふうに思います。ということで今回ですねちょっと VR 戦のステージ45原始タイタンがね僕勝てないんですよ、マジで。こいつガチで勝てなくて、ちょっとどうしようかなって思ってたんで、このね渦巻き使ってやってみようかなって思います。はい、これさボスがさ攻撃反射してくるんだよね。だこれさ反射されるから逆にね反射し返そうってことで、はい、やっちゃいましょうか。とりあえず自身にねシールドを付与して、であとはこいつ凍らせながらもうしばくだけよ。はい、こういうこと。結局さこれがあればマジで無敵じゃん俺も。 HP ほぼ無限みたいな感じだろこれ。 VR 戦ってさ回復できないからね。こうやって削ってあげればよかったんか。で、このステージでは渦巻きとかがないともう無理ってことか。はい、一応氷属性にしてます。はい、これ氷属性にすることによってね、敵止めれるんで、もうタイタン止めてあげましょう。マジでこいつ移動速度意外と速いから、ちょマジで止まれ止まれ止まれ、ほんと止まれお前、マジでやめろって。とりあえずもう芝生、さあ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 、はい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 、ね反射してるでしょ僕の攻撃が。これ相当だるいんですが、シールド展開することによってシールドが受けてくれるんですよね。完璧。さあ半分削った、マジで頼むってマジで。止まって止まって止まって、早いって意外と、意外と早くてびっくり。ちょ待て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 、結晶も拾っといて、あそんな暇なかったか。
まずいまずいまずい。やめて。ほんとやめて、君。止まってくれねえか。お願いだから。もうあとは結晶作らなくてもいいかな。まずい。これ削りきれないんじゃないの？ただ。まずいまずいまずい。ほんとに君、止まれ止まれ。早いって動き。どうすりゃいいの、こいつ。攻略方法教えてください。やばい。しばかれる。お前、ちょっとほんと止まって。やめてやめてやめて、ほんとに。マジで。冗談じゃねえぞ、マジで。俺、せっかく攻略の糸口見つけたと思ったらさ。終わる。終わる、俺のが。え？何？終わり、これ。失敗？はい。失敗です。気を取り直して、エネゴリ君しばきに来たんですが、マジでさ、さっきのね、原始タイタンのステージ、俺もうさ、かれこれさ、10日以上勝てないっていう。とりあえずさ、おい、ダメージ与えてくれ、俺に。おい、くっそ。なんもダメージ与えてくんないじゃん。ふざけるなって。じゃあ、一旦まあシールド貼っといて、マジでさ、硬すぎてさ、負ける気がしない。うん。この、PVE、最強の、渦巻き使ってね、とりあえずこのエネゴリ君をしばいてあげたい。これ破壊光線打ってこないかな。頼むよ、打ってきてくれ。オッケー。さあダメージ貯めて、これ跳ね返ってんのか、これよくわかんねえや。今回に関してはね、まあ、僕が負けることは絶対にないんで、うん、シールド展開できるからね。これがさ、まあ安心だよね。うん、だからさ、この防御力上げるっていうのもある意味ありなのかもしんない。マトリックス展開からのロックオン。外れたか今。大丈夫か。でも結構ダメージ入ってんな。素晴らしい。さあガンガン削っていきましょうか。星打ちゲーミングよ。星打ちお祈りゲーミングで、で弱点に当ててあげる。でマトリックス展開して、やばい、お前なんでこういう時に打ってくんないんだよ。なんでマトリックス中にさ君攻撃してくれないわけ。分かってる、もしかして賢いか。賢い可能性あんな。とりあえず、まあ、シールド展開からの。で、君にさ、攻撃力を与えることができる。これ。さあ、なんか切れ散らかしてる。おお、待て待て待て。お前早く攻撃しろ。攻撃をしろ。やめろ、貯めるな、攻撃を。さあ、しっかりとシールドも与えてあげて。おい、なめんな、俺の防御力。不死身だからな、これ。絶対に死なないんで、僕は。殴ってきてくんないかな、本当に。さあ、あ、間違えた。うわ、最悪。今、超チャンスだったのに。スキルボタンをね、押してしまいました。これ、長押ししないといけないんだよ、みんな。知ってたか。とりあえず、シールドが壊れても全然怖くはない。もう一回貼りゃいいだけだから。なくなったら足すだけだから。汚い大人なんで、僕は。さあ、オッケー。攻撃してくれてありがとうね、逆に。跳ね返すからな、僕は。その攻撃を。君の攻撃すら攻撃に変えていくんで無敵です。完璧、完全勝利、ありがとうございました。はあ、なんか知んないけど飛ばされたんだけど、なんで、なぜ。やだよ、もうミストアポストルと戦いたくないのに、なんで。意味がわからないんですけど、すいません、なんか飛ばされたんですけど、なんで。ということで、なんか知らないけど飛びました。はい、退出しようかこれ。はい、ということで、なんか知らないけどチャレンジクリアしましたな、これ。はい、ということでね、まあゴリラくんボコボコにできたんですが、まあ、これを使うとね、イブの遺跡とかもね、割とね安定して、まあボスまでたどり着くことできるんじゃないでしょうか。こいつとさ、まあ、もう一本攻撃力のある武器をね、選択してもらえれば、まあ、かなりね、PVE 戦においては、まあ、安定するんじゃないかなっていう感じでしたね。はい、まあ、皆さんもね、この銀の渦巻き使って、まあ、ぜひね PVE で、勝てない敵しばいてみてください。以上こんがりでした。じゃあな、じじー。